感谢主，在每个星期五晚上呢，我们这一个半月都是以百合花为主题，以事一列来彼此的学习。ハネ主に感謝します。この1ヶ月半の金曜日の夜の間に我々もずっとユリの花と土台にして勉強してきました。好，那在圣经里面有关百合花的道理很多。聖書の中にユニの花に関する信念はたくさんあります。那我们今天晚上要彼此学习是亚金波阿斯顶的百合花。今日一緒に勉強したいテーマとしては亚金波阿斯の鉄片のユニの花と言ったります。这个是根据列王记上第七章。聖書の場所を言いますと。列王記上7章の13節から、はい、我们看列王记上七章一緒に旧約聖書の列王記上从13节开始第7章から13節所罗门王差遣人往推罗去将户兰招了来13節ソロモン王が人を使わしてツロからヒラムを呼んできた14他是拿弗他利支派中一个寡妇的儿子，他父亲是推罗人，做铜匠的。忽然蛮有智慧、聪明、技能，善于各样铜作。他来到所罗门王那里，做王一切所要做的。十四節、彼はナフタリの部族の家父の子であって、その父はツロの人で、聖堂の最高人であった。ヒラムは聖堂のいろいろな最高をする知恵と悟りと知識に満ちたものであったが、ソロモンの王のところに来て、そのすべての最高をした。十五、他制造两根铜柱、每根高18轴、为12轴。十五節、彼は聖堂の柱2本を置いた。一本の柱は高さは18キュビット。その周りが綱を持って測ると12キュビットであり。16。又用铜铸了两个柱顶安在柱上各高5肘。指4本の厚さで空洞であった。他の柱も同じだ。16節。また聖堂を溶かして、中洞2つを作り、柱の頂に据えた。その1つの中洞の高さは5キュビット。単独修道の高さも5キュビットであった。17。柱顶上有装修的网子和凝成的链锁、每顶7个。17節。柱の頂にある中道のために鎖に編んだ飾り紐で、一松模様の、網細工2つを作った。すなわち、この中道のために1つ、他の中道のために1つを作った。18。网子周围有两行石流遮盖柱顶，两个柱顶都是如此。十八節、まだザクロを作った。すなわち、二並びのザクロを一つの網細工の上に周りに作って、柱の頂にある中道を巻いた。他の中道にも同じようにした。十九、廊子的柱顶近四轴刻着百合花。十九節、この脳の柱の頂にある中道の上に4キュビトンのユニの花、四つのキュビトンの、ユニの花の細工があった。二十、两柱顶的古渡上挨着网子，各有两行石流环绕，两行共有200。二十節、二つの柱の頂端の丸い突出部の上にある、網細工の中道の周囲には、おのおの200のザクロが札並びになっていた。二一、他将两根柱子立在殿廊前头，右边立一根，起名叫亚金；左边立一根，起名叫波阿斯。22節、この柱は神殿の廊に立てた。すなわち南の柱を立てて、その名をヤギンと名付け、北に柱を立てて、その名をボアツと名付けた。22、在柱顶上刻着百合花，这样造柱子的工就完毕了。22節、その柱の頂にはユニの花の細工があった。こうしてその柱の造作が出来上がった。以上这一段圣经，我们就是在22节里面看到的这个铜柱顶上的百合花。先ほど読んでた聖書の中に22節の中に書いてあるように、聖堂の柱の頂にあるユニの花がありました。而这个铜柱就是15节里面所罗门王圣殿前面的两根铜柱。15
先ほど言った聖堂の柱というのはソロモンの殿、神殿のその一番前に立つ、日本の柱です。二十一节就跟我们介绍，这两根铜柱右边是雅金，左边是波阿斯。二十節の中に書かれているように、中国だと右と言いますけども、日本語だと南の方に一つ柱があって、それ、名前が雅金と言います。北側には、ボアズという名前です。这两根柱子、它的高是八轴、我们现在来讲有八公尺高啊。先ほど高さと言いますと18キューピットなんですけど、今の、計算やると8メーターぐらいですね。它的柱顶的径有四轴呢、我们算起来是有2.2 公尺。まだ、柱の頂の、周囲の長さというと、2.2メーターぐらいですね。所以、这两根柱子加起来有 10.2 公尺高。ですから、この2つの柱とも同じ高さと言いますと、全部合わせて、10.2 メーターぐらいですね。15節里面讲、这两根柱子、它的圆周有12轴、也就是它的直径呢、有将近2公尺 1.9 将近2公尺。中高節の中にある周りは綱を持って測ると12キュピットぐらいと言いますと、要は直径から計算すると大体 1.9 メーターぐらいあります。那右边这一根雅金的意思是神必定坚立你。先ほど言ってた南側にある柱の名前が雅金といった意味が、神様必ずあなたを立てるという意味ですね。那波阿斯的意思是你靠神而站立得稳。で、北側にある柱のボアズといった意味は、あなたは神様、を頼って必ず固く立つことができます。听起来好像意思差不多。パッと聞くと意味同じような感じしますけども。但是雅金说神必定坚立你，是神主动。しかし、雅金というのは神様自らあなたを、固く、立たせるので、神様が自らやることという意味です。神很坚决的把你非常的稳固的站立住。要は神様あなたが必ずしっかり立たせるように。好，那波阿斯赖神而立，这个是我们要主动，我要靠神来站立得住。しかし、北側のボアズという意味は我々、信者自身から神様に頼ってで自分が固く立てるようになります。那这个大概的意思我们了解之后，我们再复习一下百合花。对，先ほど言ってた大体の意味が了解した、まあ分かった後に、ユニの花ついてもう一度復習しましょう。啊，我们今天难得也有，平常上班刚好休假日啊，能够来参加，又有大学考试还敢来参加，还有特别从横滨来参加，所以都有第一次光临哈。今日金曜日なかなか普段いらっしゃれないまあ仕事をしてた人たちも、まあ、横浜から上がってきた人も、まだ大学受験生の方々もわざわざ時間を作って、集会に参加したので、もう一度復習しましょう。我们请电子同工先给我们再看一下江南地那个百合花。有白色的，有鲜红色的。ですから、あとはプロジェクトの上に映されるんですけども、河南地のユニの花。そういった色が花の種類が色いろいろありますので、白もあって、カラーのやつもあります。好，嘉南美地这个百合花白色的，就是教导我们要圣洁。河南地にある白百合というのは我々の清潔要は清さといった意味を教えてくれます。鲜红色的就是勉励我们肯献上、肯牺牲、付出。で、赤色の百合の花というと、我々自分自身を犠牲して捧げることを教えてくれます。所以在迦南地的百合花里面，特别是雅歌，我们看到很多百合花美好的道理。特に旧約聖書の中に雅歌といった、聖書はありますけども、その中から百合の花ついているとても、素晴らしい信仰があります。今天我们要学习的，为什么这个百合花要刻在这两根铜柱的柱顶。今日勉強したことは、なぜこのユニの花がこの二つの柱の頂のところに、作ってたんでしょうか。所罗门王的圣殿是非常的宏伟壮观。所罗门が、建てた神殿がとても、大きいし、まだ、素晴らしいものであった。圣经里面告诉我们，有一个女王叫示巴女王，慕名而来。旧約
聖書の中に、遠方から一人の女王が上がってきたんですね。他看到所罗门王的荣华富贵，圣殿里面的，用我们现在的话，内装修，他都目瞪口呆。その女王がソロモン王の、知恵とまだその神殿の中に使っているものを要は今というとその神殿の中の内装を見ると本当にびっくりしまして呆然しました。他说：“人家告诉我，你多伟大，你多荣华富贵，我今天亲眼看了。”他们所描述的都还不到事实的一半。で、彼女が言ったことは、私噂があなたの栄華まであなたの知恵を聞いたんですけども、しかしあなた本当のことを噂より、ずっと、素晴らしいことである。所以所罗门王的圣殿既然这么的多荣华富贵。ですからソロモンが作ってたあの神殿本当に栄華まだとても、富とか財富のように見えるんですけども。让人家看了就会肃然起敬。そうそう、人々がその神殿の外観見てすぐに、羨ましいといった気持ちが生まれます。而在这么壮观的圣殿前面就有两根高大的铜柱。その素晴らしい神殿の前にまず目に入ったのは、日本の聖堂の柱であるんですね。铜在圣经里面也是告诉我们是光明的。聖堂というのは聖書の中に書かれてたところもいろんなあるんですけども、しかしその中要は光持つ、まだ輝きといった意味ですね。古时候我们常常说铜镜铜镜，用铜做镜子，这个铜会发亮。昔というと鏡というのは青銅から作られていて、ですから銅鏡銅鏡と言いますけども、銅が要は光を反射するんですね。尤其我们当兵的时候，穿的这个裤子上面的一条腰带一定有一个铜扣，这个铜扣你要一直擦擦到发亮，真的能够照你的脸。特に自分は兵隊さん、昔、兵隊の中に入ってたんですけども、そのベルトが、配られたベルトの上に必ず一つ銅で作られた頭があって、それをずっと磨いて、鏡のようになるわけですね。我们现在铜价值都很高。今、青銅の値段も高いんですね。我们有去过的几个国家、铜都被盗了。自分が、各国いくつの国が行ってたんですけども、青銅の鉱山が盗まれたことを結構ありました。政府很多電器的設備里面有不少的銅都被盗走。で、政府の中にあるいろんな、設備あったんですけど、その中に含まれる青銅の成分が盗まれていたんです。聖經描述所羅門王時代他的銅算不得什麼。で、しかし聖書の中に書いたように、所羅門王の時代だと青銅が特に物ならないですね。是純銅啊。しかしその時が 100% の純銅であった。整根銅柱啊。その一本の柱の中、すべてが青銅になってた。亮晶晶。本当に、ツヤツヤであるんです。高し。10.2 公尺。这个让你看到、哇、怎么这么亮的、两根铜柱。さらに高さと言いますと、10.2 メーターであって、そうすると頭を上げてみて、本当にこの光が照らしているような、柱であるんです。我们要看到点根本看不到了。本当にその頂上、まあ、頂を見ることはできないですね。像我们现在在看这个、东京墨田的未来出名的观光景点武蔵寺。武蔵寺？高高高高高塔。啊。叫做武蔵寺六三四。啊，はいはい。今墨田区に作ってるあの新東京タワーと言ってから。它的高度六三四。スカイツリーで、あのまあ、名前武蔵寺らしいんで。宫本武藏的哈。634メーターらしいんですね。出来上がるとき。这个武蔵寺那么高。で、当然そのスカイツリーも高いんですね。要看他还要用这个特殊的镜子，哇，整个让你拍照。ですからその写真撮るためにも、特殊なものを使わないと全然入らないですね。现在科技都没问题。じゃ今の技術を持つと問題ないんですけども。当时你 10.2 公尺，你要看到顶根，没办法。しかし当時 10.2 メーターの建物と言いますと頂上まで見ることはできないです。那你想想看，在这么高的铜柱的顶端。要刻百合花做什么？しかしこの高い柱の一番上に、ユニの花の細工作るのは何故でしょうか？要给谁看？誰に見せたいですか？好，我们现在看看哦。好，谢谢电子同工辛苦他了哈。传道没有事先提。你好，看看这个迦南美地鲜艳的百合花。プロジェクターに打って映れた、この迦南地のユニの花です。我们用说。所罗门王都不如野地的百合花，并不是说哇百合花这样很漂亮，所罗门王不如他错了。よく、賛美歌も歌ってるんですけども、その栄華がこの
の金の花にも負けてるんですか。这个百合花，はい，再怎么漂亮都没有办法跟空前绝后所罗门的荣华富贵来比。まあ、当然ただこのユニの花見るとこの花がソロモンの栄華を勝ってるわけではないんですけども。但是为什么圣经说所罗门王的荣华富贵不如野地的百合花？しかし聖書はなぜがあのソロモンの栄華がこの、ユニの花にも負けているという話してるんですか？百合花有生命。その原因と言いますとユニの花には命があります。荣华富贵没有生命。しかし富には命ないです。这就是主耶稣提醒我们的地方。これ主様我々に忠告したいことですね。你在世界劳碌奔波，你要争取跟所罗门荣华富贵吗？不可能。ですから今皆さん頑張っているんですが、しかし自分が手に入れた、富と言いますと、それもに勝ることができないですね。所以要珍惜我们自己的生命。ですからそれより、自分の命を大事にしてください。不要迷失在这个世界里。この世の中に、自分自身を失ってはならない。我们没有去做坏事。特に悪いことをしてないんですけども。但是你拼命拼命一直忙忙忙忙忙做什么？忙读书、忙事业、忙一切都是正当的。但是你忙到没有时间聚会，没有时间祷告，没有时间灵修，那你到最后连灵命也没有，那就划不来了。本当に忙しい忙しいと言ってるんですけど、しかし、それあまりにも忙しすぎると、自分の霊的修行に使う時間もなくなってきて、そうすると霊的の命もなくなってしまうと、それ本当に、まあ自分やってることを虚しくなってしまう。所以这个鲜艳的这个鲜艳的百合花提醒我们，鲜血要流出来是红色的，所以你要肯牺牲。ここにはカラフルユリの花あるんですけど、要は赤い色もあって、そうすると自分自身も犠牲することもあるんですね。嘴唇为什么要像百合花？唇がユリの花のようになって。为什么要是荆棘中的百合花？それまだイバラの中のユリの花な。再看我们谷中的百合花。でもう一つ、他人のユリの花。谷中百合花，让我们看到是洁白的。ここには。白百合ですね。所以百合花有洁白的、圣洁的意思。ですから、百合の花もう一つ意味ありまして、清潔。有鲜艳的，你要牺牲奉献的意思。カラフルの百合の花というと、要は自分自身を犠牲してまだ捧げる意味。好，既然百合花，我们知道它的精义啦。ですから、百合の花の中に含まれる意味を分かって以上。我们要追求像百合花一样。そうすると自分自身も百合の花のようになって。要圣洁。求一点，要肯牺牲奉献。まだ自分自身を捧げる、犠牲する。那现在同住所罗门圣殿，来给我们看一下所罗门的圣殿。ここには映されているのはソロモンの神殿の。所罗门的圣殿，这就这两根铜柱。神殿の平面図ですね。この先ほど言ってたヤキンとポアズの柱というのは。一根ヤキン，一根ポアズ。南側にあるのはヤキン，北側にあるのはポアズ。右边ヤキン，左边ポアズ。那这个亚金波亚波亚斯这么高这么高，上面的殿顶这个柱顶在做百合花，要给谁看？ですからその高い柱の頂上まあ頂の上にさらにユニの花の細工作って誰に見せたいんですか？我们有另一个彩色的图吗？もう一つ。好来，谢谢。好、哦，这是彩色的图，这两根柱。先ほど言ってた二つの柱というのはこの前に。一番前面に立てる柱です。这个铜柱的柱顶再用百合花，那我们从底下根本都看不到。ですから高いところに高いところに百合の花の細工作って、しかし下から見るとまあ多分見えないと思うんですけども。所以这个意思到底是什么？我们大家一起来想一想。ですからわざわざそんなところに百合の花の細工作って一体どんな意味でしょう？圣殿已经是很壮观。まあ、神殿自体もとても高いところ、高くて、まあ、素晴らしい建物であるんですけど。看、ヨハン福音。主に、新約聖書、ヨハネによる福音書。第二章。二章。二十一節。二十一節。ヨハン福音二章的二十一節。ヨハネによる福音書、二章二十一節。耶稣这个话是以他的身体为殿。イエスは自分の体である神殿のことを言われたのである。主耶稣用身体比喻作圣殿。主様は自分の体を例えして自分の体が神殿であることを言いました。再看哥林多前书。もう一つ聖書見ましょう。コリントビドの第一の手紙。第三章。三章。十六节。十六節。哥林多前书三章的十六节。コリントビトへの第一手紙三章十六節。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？
十六節、あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることは知らないのか。好，这里就让我们看到主耶稣也这么说，保罗又进一步的解释。主様は先ほどのように言いまして、さらにパウロが、先ほど読んでた聖書のように解釈しました。今天我们真耶稣教会堪称神的殿。今日我々新約教会も神様の宮というふうに言えるでしょう。为什么我们人人又配称神的殿？まだ我々一人自分が神様の宮であることを言えるんですか？保罗一讲，我们一清二楚。パウロここに言ったら我々もあ、なるほど、わかりました。真理的圣灵，1917年建设了真耶稣教会。神の御霊が1917年が新約教会を作りました。所以真耶稣教会有圣灵同在，真耶稣教会就是神的殿。ですが新約教会が、御霊が共におられるので、新約教会こそ神様の宮であること。我们每个人都得到圣灵，每个人都是神的殿。まだ、みんな聖霊を受けて以上、それみんなが、神様の宮である。我们不只是神的殿。ですから神様の宮である以上に、我们又要成为神的殿这个前面的这两根柱子。さらに、神殿の前のこの二つの柱のようになりましょう。还没有进圣殿，很显著，这两根铜柱亮晶晶、发亮。また神殿に入る前に、先に目に入ってたのはこの二つの柱であって、艶きまだ輝きである。那亚金是神必定坚立你。じゃあ先ほど言った亚金といった意味が神様あなたことを強くすること。看。诗篇，你先去看这首诗篇，139篇，139篇，第五节，五节，诗篇139篇第五节，看这首诗篇139篇五节，你在我前后环绕我，按手在我身上，五节，あなたは後ろから前から私を囲み、私の上に御手を置かれます。七。我往哪里去躲避你的脸？我往哪里逃躲避你的面？七節，私はどこに行ってあなたの御霊を離れましょうか？私はどこへ行ってあなたの御前を逃れましょうか？八節，我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。八節，私が天に上ってもあなたはそこにおなります。私が夢に、床を設けてもあなたはそこにおなります。九，我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住。九節，私がアケボロの翼を買って海の果てに住んでも。十，九節，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。九節，あなたの御手はそのところで私を導き、あなた右の御手は私を支えなります。好，从第五节。跟第十节我们看了以后多安慰。五節と十節見たら我々が慰めを得ます。很多人说信耶稣好痛苦、哦。結構たくさん人がイエスを信じることを苦しみ。哇，神无所不在，神无所不知。要神様はどこでもいて、また神様は何でも知ると。我走到哪里，神都在监视我。要私はどこ行っても神様に監視されてる。我都没有隐私权。要我私自分自身のプライバシーの権利がない。现在都讲隐私权哈。对，今的时代那得给他 privacy， privacy。哦，老师教导孩子说：“你爸爸妈妈要尊重你，不能随便开你的信啊，看你的信。”要先生が、子供たちに教えて、あなたの親であってもあなたを尊重すべきであって、またあなたのところに来ている手紙を勝手に開けてはならない。爸爸妈妈，如果你自己住一个房间，他要进来，他一定要先敲门，不能直接进来，你有隐私权。で、親があなたの部屋に入る前に必ずノックしないといけないし、あなたには、プライバシー権利、個人の、プライバシーを持つことができます。这种教导叫做似是而非啊，教导错误、误导啊。このような教えが、正しいように見えるんですけども、しかし実は間違ってあって、それが、間違いの誘導です。神本身就是爱。神様自身が愛である。爱我们的神，他对我们无所不知。我々愛する神様が我々のすべてのことを知ってるから。他不是在监视我。ですから、それが愛してて、それが監視するわけじゃない。他就是为了爱我们。それが愛するためである。为了保护我们。また我々を守るため。为了看顾我们。また我々を見舞いに。为了帮助我们。また我々を助けるため。为了安慰我们。我々を慰める。为了扶持我们。また我々を支えるため。为了给我们力量。また我々に力をつけるため。为了给我们站立得非常的稳。また我々を固く立てるように、我々を見てます。爸爸妈妈也一样。ですが、お父さん、お母さんも同じです。爸爸妈妈随时看你。親が、いつでもあなたを見たいです、ね。好，你说你有隐私权，你在睡觉，爸爸妈妈开门进去，那爸爸妈妈要把你叫起来吗？都起来，起来，起来，我来看你呢。
我尊重你呢。ですから、あなた寝てる時に、親があなたの面倒を見たい時はわざわざあなたを起こして、私はあなたを見に来たんで、それがいいんですかと。你都弄不知道。ですから、あなた知らずの時に、爸爸妈妈看你有没有着凉。いや、親があなたがちゃんと夜ちゃんと寝てるか。爸爸妈妈看你在睡觉、发烧的时候有没有退一点。まあ、だんだん熱出た時に、寝てた時に、その熱がちょっと下がったとか見たいですね。你呼噜呼噜一直睡、父母亲睡不着、充满了爱。あなた、一匹を出して寝てたんですけども、しかし親が出れずに、あなたの面倒を見てて、それが愛に見つかる。父母亲昼夜盯着你、就是为了愛。いや、親が昼も夜もあなたことを見ていて、それが愛のゆえです、ね。你还不满、你还要说你有隐私权。しかしあなたはそれに対して不満を持って、自分がプライバシー権を持つことを言い張って、どうしますか你没有体会父母亲的愛。親の愛に対して、あなたは理解してない。所以这里第五节到第十节让我们看得多安慰。ですからここには五節と十節見て我々本当に慰め。无论走到哪里。我々どこにいても。你都在我四周围环绕我。あなたは私を囲んでいます。你暗守在我身上。また私の上に見ておかれます。无论我走到哪里。私どこにいても。你都引导我。私を導きます。你都扶持我。また私を支えになります。请问。最爱我们的父母亲有没有办法做到这一点？ちょっと聞かせてください。あなた一番愛してる親であってもここまでできますでしょうか？你去学校，父母亲有没有办法跟你去？あなた学校に行って親が一緒についてたんですか？まあ爸爸妈妈也要上班呢。まあ当然親が仕事あって仕事行きますけど。所以只有父母亲最爱我们。ですから親が自分のことを一番愛してるんです。父母亲都没有办法前后环绕我。无论走到哪里都扶持我。と言っても親が神様のように前から後ろから私の囲み、また私のところに時に行っても、私のこと自分のことを支えることはできないです、ね。只有我们所敬拜的天父真神主耶稣。ただ我々が今礼拝している神様であることがこのことをできます。所以父母亲如果真的爱我们的子女。ですから親本当に自分の子供を愛するならば。你要栽培他的信仰。まず最初に。子供たちの信仰を育てました。为什么我们墨田今年希望大家懂得信仰的传承？なぜ今年墨田教会今日まあ一つの教会全体一つのタスクとして、子供への信仰の伝承というふうに、名取ったんです。有的父母很喜欢神，很爱神。ある親がとても神様ことを好きで、まだ神様に使えることも好きなんです。一想到要来聚会就快乐。まだ集会に来ることを思い出してすぐに喜んでます。父母亲要祷告就喜欢。まだ親も祈りすることも喜んでますけど。但是请问你的下一代有没有这样？しかしその次の子供たちが。如果你的下一代没有办法这样。もしそのあなた方の子供たちがそういうふうにできなければ。那你物质上给他再多都非常可惜。ですから物質の上に豊かにさせてもそれがちょっと悲しいこと、まあ、因为他得不到这一位前后环绕暗守在身上引导他扶持他的主耶稣天父真神。なぜなら子供にはこの本当の、いつもまでも、自分自身を囲み、また自分自身を、自分自身の上に手を置かれる、また自分自身を案内してくれる神様を得ることができないですね。所以诗篇的作者他体会到神必定建立我亚金啊这根铜柱啊。ですから詩篇のこの作者は本当に躍起といった意味が神様必ず自分自身のことを固く立たせるを分かりました。不应该只是作诗的人体验到，也是我们应该要体验到。でここの作者だけが理解しては、だけには、いけないんで、私たち皆さんもこのことを理解していきます。所以我相信我们聪明的各位，你跟诗篇的作者应该能够有共鸣啊。ですからここの詩篇の作者の言ってることも、共感持つことができるように。尤其我们父亲同龄离乡背景来到这里。特に複数の兄弟姉妹が自分の故郷を離れて日本に来たので。你有很多困难，你怎么办？父母亲在中国。あなたはいろんな困難があったんで、しかし親が中国にいます。就算父母亲也一样跟你在日本。例えば親が一緒に日本に行ったとしても。但是你遇到困难呢？真正的困难呢？しかし本当は自分解決できないことが出会って。诗篇的作者说。我无论遇到什么事情，在哪里，你都会引导我，会扶持我，会帮助我。詩篇の作者の言うようには、私どこにいても、どんなことをやっても、あなた必ず私のことを導いていただき、まだ私を支えます。所以我相信我们每位弟兄姐妹都有这样的体验。私信じることは皆さんがこの体験が、像我们病したことあります。医生讲都没得医啦。例えば私が、よく医者にあなたにはもう薬に何も効かない。谁有办法？誰が解決できますか？神如果要医治你，神就有办法。
もし神様があなたことを直したならば、神様には方法あります。神还让我们活到今天能讲话。まだ神様は私たちが本日まで行かせて、まだ話すことができます。不然我40多年前、医生就讲、你没医了、你没得救了。そうしないと、私自身が40数年前にもう医者に言われて、あなたにはもう何も方法もないんで、还说もうこれ以上手当てない。从今以后你最好不要讲话、你随时会死。まだ言われたことは、これから、絶対話ではならないし、あなたいつが死んでもおかしくないと。現在传道把麦克风堵住，你们最后一排都可以听到。しかし今自分が、マイクを使わなくても最後の、一組に座っている、皆さんも聞こえるでしょう。每次去到任何一个地方访问，一定我话最多，传道一定要讲讲，一直讲，最多话。例えば訪問に出かけても私やっぱり伝道者であって、一番話しますね。已经多讲40多年。ですから昔から数えるともうこの40年間ぐらい話ができました。这是亚金。これが亜金である。神必定能接你。神在扶持，神在引导。これ要は神様が導いてあって、また神様が、支えてます。所以我们在亚金顶上的百合花。ですから我々が亚金といった柱の、頂にあるユニの花は。你要保守圣洁。まず自分自身を清める。你要肯奉献。まず自分自身を捧げることですね。主你这么爱我。主はあなたが私をこんなに愛して、你让我坚立到今天。また私を固く立たせて。我们来到日本。私も日本に来ました。今天能还能够这样子活下去。我々まだ今日こんなに健康のように生きて。遇到经济大风暴，我们还能活到今天。まだバブルにあって、まだ金融危機にあっても、我々が今日まで生きている。不少可怜的留学生活不下去了。結構たくさん留学生たちがこの状況を乗り越えないですね。不少中華料理店关门啦。まだいろんな飲食店、中華料理屋でも、この危機乗り越えなくて、しまったんですね。弟兄姐妹、留学生还好的。我们的料理店生意还感谢主。ですが、教会にある信者たちの皆さんの学業もまだ自分事業においても、まあまあ、まあまあ維持できるんですね。有的人遇到考试、大学要考试、哇、紧张到晕倒了。ある人が大学受験があって、それ緊張すぎて、気絶してしまったの。所以我们最近一直在宣布要为考高中的、考大学的好好祷告、求主耶稣赏赐他们平静安稳的心、神必定坚立你、让你稳固。ですが最近ちょっと助動事故の中に、高校受験生、まだ大学受験生のために助動してくださいというふうに言ってまして、神様必ずあなたのことを固く、強く立たせる。当然我们做学生的自己尽本分用功努力读书。まあ当然学生さんである我々は自分の本分を尽くして、努力して勉強してください。我们看忠也都苗条了，瘦下去了，表示他真的很用功。忠君も結構痩せてきて、まあそれ多分かなり勉強に、頑張ってます。我们尽本分努力读书，你再懂得依靠神，神必定坚立你。ですから自分の本分を尽くしてさらに神様を頼ることをしているならば必ず神様から多く恵みを得られる。但是你要记住，我是亚金柱顶上的百合花。しかし自分自身が亚金の柱の頂にあるユニの花といったことを覚えてください。我一定要圣洁。必ず自分の清さを。我一定要肯爱主，为了主我肯牺牲肯奉献。まだ神様を愛して神様のために自分を犠牲してまだ自分を捧げることができるように。所以你有什么恩赐，教会需要你。你要肯牺牲，拿出时间来，把你的恩赐献给耶稣。ですから、神様からいただいた恵み、例えば自分何ができるようにだったら、時間を作って神様の前に教会に、尽くしてください。像今天下大雪，你来教会聚会。例えば今日大雪でも皆さんが集会に来たこと。你要晓得，这就一种奉献。これ一つの、捧げです。你不要一想到奉献，传道你又要钱，是不是？まあよく言われるんですけど、まあ捧げると言ったら、まあ伝道者まだお金欲しいなとか、教会がお金欲しいなとか。下雪，我还是要来听神的话。しかし、雪が降っても私が集会に来て神様こと聞きたいならば。下雪，我还是要来神的殿。まだ雪降っても、神様宮に来ること。下雪，我还是要来祷告。まだ雪降っても私が教会に来て祈ること。聆听神的话，面对面。神様言葉を聞いて神様と、ちょっと対面する。祷告跟神谈心。また祈りを通して神様と話します。唱诗歌颂神。まだ賛美歌を歌って神様ことを、褒めたらいます。这个都是奉献。これみんな捧げる。不是只有奉献金钱才叫奉献。ですからお金を捧げるだけが捧げるとは、いてはならない。把我们的灵魂体全人来到这里尽全的献给耶稣。ですから我々すべての霊魂と体を、三つ合わせて神様を捧げるんです。主啊，我感谢你，大雪天我还有机会
来到你的圣殿。主よ、私、あなたを感謝します。大雪の日でも、私がチャンスあって、集会に来て、まだあなたの言葉を聞くことができました。所以神主动会扶持我们、引导我们、按手在我们身上。这个都非常好。ですから、ここ、詩篇139篇の中に書かれているように、主は自ら私たちのことを捧げて、また導いて、また私たちの上に手を置かれることは、これすべていいことです。我知道我们很多父亲同年一讲到接受按手都很喜欢。復讐の信、複数の信者たちが、安守の礼が受けますよ、と言ったらみんな喜んでます、ね。但是传道把139第五节送给你。神天天要帮你按手，看你要不要。しかし、先ほど言ってた139編構成の中に、神様自ら毎日あなたの上に手を置かれることが言ってますけど、あなたの上に。神、随时随地要帮你按手、你要不要。いや、神様はいつでもあなた、どこでもあなたの上に手を置かれるんですけど、所以我们それ欲しいですか。在祷告不是祷告一个样式。ですから、祈ることは做样子。一つの姿を見せる、また一つの、何ですか、見せたいというわけじゃないですね。跪下来祷告，你就去想到这个诗篇139篇第五节，主啊，我满心感谢你，你在帮我按手祷告。でさ、祈る時に必ず139篇の構成の中に主、私あなたことを感謝しまして、で必ず私のために安守してください。所以当你很敬虔、很全心全意在祷告，神帮你按手，你放心。ですから、軽減になって祈るときに必ず神様があなたのために安守しますので、安心してください。当然你跪个样子的对不起，神看了摇摇头。まあ、当然、ひざまずいて、そこに形だけ取っているならば、神様も当然、それ見て、まあ、安守しない。所以我不是说、传道懒惰不帮你安守。ですから、伝道者が怠けて、あなたのために安守しないというわけじゃないです。而是我们要有这种信心、要有这种感恩的心。しかし、自分自身はこんな信仰を持って、さらに感謝する、心も持ちまして。有圣职的人安守没有错。まあ、聖職者がいまして、安守するのは当然間違いない。我也要珍惜。それも大事にしましょう。但是没有圣职人按手，你要有这种信心，要这种感恩。しかし、聖職者たちがいないときは、こういうような信仰もしまして感謝しましょう。ボアス。次はボアスの柱。詩篇。詩篇。五十六篇。五十六篇。詩篇五十六篇。詩篇五十六篇。第一节。一節。到第四节。四節まで。这里作诗的人。遇到很痛苦的事情。ここには作詞者がとても辛いことに遭いました。到了第三节，他说：“我惧怕的时候要依靠你。”三節の中に、私が恐れる時はあなたに、読み頼みます。第四节说：“我依靠神，我要赞美他的话。我依靠神，必不惧怕血气之辈能把我怎么样。”四節、私は神によってその御言葉を褒めたらいます。私は神に信頼するゆえ、恐れることはありません。憎なる者は私に何を成し得ましょうか。第十节，九节，我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠主，我要赞美他的话。九节まだ、私は神によってその御言葉を褒めたたえ、主によってその御言葉を褒めたたえます。十一节，九节，我倚靠神，必不惧怕人能把我怎么样。十一节，私は神に信頼するゆえ恐れることはありません。人は私を何を成し得ましょうか。好，我们今天身为一个基督徒，今日我々はクリスチャンとして、你有时候越照道理去做。あなたが真理のも、真理のもとにやるならば。越遵守神的话语。まだ神様の話に従うほど。四周围的人越讥笑你。そうすると周りからいろんな刺激を受けます。你怎么这么落伍。あなたなぜ時代に遅れたのか。你都跟不上时代。まだ、もう時代に追いつかないよ。这种游戏你也不会。こんなゲームも知らないの。你怎么穿得那么保守、现在多时髦。まだそんな、ダサい、センスを持って今もうみんなこんなもの履いてますよと。彼此都穿耳环了，不只是耳朵穿耳环，彼此都要穿舌头要穿，你怎么都不会。みんなまだ、鼻の上にまだ舌の上に穴を開けて、リングをつけてますよと。这些怎么样？这些也是一种攻击，也是 一种痛苦。こういった話まだ言葉を受けて、それも一つの攻撃を受けるようにと思ってください。没有关系。まあそれ別に。你越遵守道理，你越像百合花，你越圣洁。しかしあなたは真理を守るほどに百合の花のように清潔である。人家越攻击你，越刺激你，越嘲笑你，好，你再抵挡他，好像都要流血。ですから人に言われてまだそれ抵抗するほど自分が血を流しているように感じますけども。但是你为了像百合花。しかし百合の花になれるように。你是波阿斯顶的百合花。まだボアズの頂の、
いただきの上にある百合の花になれるため。这么高的铜柱人看不到。そんなたくさん、その高い、聖堂の柱の上に人には見えないですけども。柱顶的百合花有谁看得到？ですから、いただきの上にある、ユニの花は誰にも見えない。神看到你的圣洁。しかし、神様はあなたの清潔さを見えます。神看到为了你抵挡罪恶、你流泪又流血。まだあなたが罪に抵抗して、涙も流し、血も流しました。你靠神而立。ですから、あなたは神様を頼みよって立って、立てます。神拖住你。そうすると、神様はあなたことを、支えました。所以一方面神主動爱我们，一方面我们主动依靠神。ですから、先ほど言った神様が自ら私のことを愛して、でもう一方私たちからも神様に頼って神様を愛しましょう。亚金波阿斯对我们信仰生活非常宝贵的提示。ですからこれがアキン、まだボアズと、二つの柱から我々信仰の生活に対してとても尊い。心理を教えました。特別是注定的百合花。特に、いただきの上にある百合の花ですね。只要我们真的保守自己圣洁。ですから、本当に自分自身の清潔、清さを保つならば。你为了遵守道理、勇敢抵挡罪恶的潮流。まだ、真理を守るために、この罪の流れを抵抗します。这里的圣经、我们用心的把它体会。ここに先ほど読んでた聖書を、本当に深く考えて体験しましょう。第四節一再的強調、我倚靠神、我要赞美、我倚靠神必不惧怕。四節の中に常に強調されまして、私神によってその御言葉を褒めたたえます。第十節一样、我倚靠神、我要赞美、我倚靠神、我要赞美。まだ十節の中にも同じことを繰り返していって、私神によって、その御言葉を褒めたたえ、主によってその御言葉を褒めたたえます。所以我们一个真基督徒活在罪恶的世代里面。ですが、新クリスチャンがこの世代に生きているため、你不要怕。もう恐れません。罪恶之流在我们四周围。罪の流れが本当に、その我々の周りにあるんですけども。同学、同事。クラスメイト、まだ同僚。我们一看就知道、啊、怎么都这样。你要晓得、你是百合花。ですが、彼らの行い見てますくわかりますけども、しかし自分自身、百合の花であることを覚えてください。并且还是铜柱顶上的百合花。さらに、聖堂の柱の頂にある百合の花です。人家不了解你。人にはわかりませんですけども。看不到你、看不出来。なぜならば、あなたのことは見えない。神看得非常清楚。しかし、神様からはっきり見えます。你这么圣洁。あなたの清さを。你已经被抵挡到、流泪又流血。あなたもすでに罪を抵抗して、涙も流して、罪も流しました。你放心。安心してください。我拖住你。神様が我々を立てる。我一定让你站得非常的稳固。必ず私たちを固く立てる。我让你超越别人啊。まだ人を、よその人を、乗り越えるように。我让你超越世界的罪恶。まだこの世の罪から、逃れるように。所以你越圣洁。ですから自分は清るほど。越肯牺牲自己。さらに自分自身を犠牲する。奉献给耶稣。イエスに捧げるほど。你就体验到人能把我怎么样。そうすると人を私を何を成し得るということを、理解します。血气之辈能把我怎么样。また肉なるものは私に何を成し得るということを分かります。所以我们有时候看到四周围的人会吓破胆的。ですから要素の人が、びっくりして、落胆しましたんですけども。56篇的第一节说人要把我吞下去了。终日要攻击我欺压我了。五十六章の一節の中で敵が私たちを飲み尽くそうとしてます。没有关系，你不用害怕，你不要看这些人。そればかり見てはならないし、それを恐れません。你要记得你是铜柱顶上的百合花。かつ自分自身が聖堂の柱の頂にある百合の花というふうに覚えてください。神建立你，你靠神而建立。神様のことを固く立って、まだあなたが神様に頼って固く立てます。那么你害怕什么？それゆえに何を恐れませんか？你要一定要想到做事的人说，我依靠神，我感谢神，我依靠神，我赞美神。ですから、先ほど作詞さんと言ったように、神様を頼って神様の言葉を褒めたたえるように、繰り返して、言います。如果你一直看人呢，你就会像彼得一样，看风浪你就下沉。ですから、人を見るとまだペテロのように、海の波を見るとそうすると自分も沈んでしまうというような。你不要看四周围这些洪流，这些要欺压你、吞吃你的。要は自分の周りにある自分を飲み尽くそうとしている流れを、その動きを見ずに。你牢牢记住我是注定的百合花就好。ただ自分自身が、柱の頂にある百合の花というふうに固く覚えてください。神絶対保守我们到底。保护我们到底。神様必ず我々最後まで守ります。所以这句话很好。